チャオ。さあ、作りました。パスタです。注射パスタ、食べます。いただきます。これね、普通のパスタより、質が多いんですよ。
サルサのピリピリ感が美味しいです。やっぱサルサとかね、ハイペンとかアイザは美味しくなるんですよね。いつも僕釣り込むんですけど、今日釣り込んでないでしょ。それだけ飲み込みやすい、優しい食事っていうことですね。すいません、せっかく待ちた。ニンニクがすごく効いて美味しい。これは売れるんじゃない？ニンニク、うまいな。これは美味しかったな。いつもやるんですけどね、つぶやくのあのスパゲッティですか、すごいスープして食べやすいです。弁当に入っているようなパサパサのスパゲッティよりもね、ずっと食べやすいですね。特に僕は飲み込みが悪いんで、こういったスースーが入る方がいいです。ということで